最初は本当すごい緊張しました。準備する時間が全然なかったので、その中で今までやったことないダンスだったりとか、ダンス動きだったりとかをこうやんなきゃいけなかったので、すごい難しかったなと思います。でその中で芝居とか、ダンスも一緒に揃えなきゃいけないし、そういうところがすごく難しいなって感じました。其实在这次的拍摄过程当中呢，我个人觉得最辛苦的就是苍井空了。原因是他在拍的过程当中，因为他有很多的中文台词需要背，然后呢我们又是在韩国去拍的，在那个环境下他的语言就是完全是不通畅的。然后他在拍摄的过程当中，他有一些身体的就是不舒服的状态出现，但是从头到尾他还是很坚强的，全坚持了下来，非常的认真。いやあ、本当なんでしょうかね、怖かったですね。なんかいつもこう修理場とか、そういうところでこう見てて、見てる分には全然大したことないんですけど、やっぱ自分がこう車の下にこう入った瞬間に、なんかこう押しつぶされるんじゃないかなっていう、なんかそういう怖さがありましたね。其实在我们看来，我们现场的演员也好，导演也好，整个制作团队，我们当时看他拍的时候觉得特别的害怕，就都会很担心。但是苍井空他真的很例外，他当时很淡定，他一点没有害怕的感觉，而且很自然。这场戏让男孩子演的话就我觉得没什么问题，但是让女生来演的话肯定会有点困难的。因为那么大的车在你的脸上，你肯定会很害怕的，对吧？やっぱこれも一つの経験だと思うんですよ。やっぱ役者として今回みたいに怖いなって思ったりとか、こう嫌だなって思うようなシーンとか、こう多少出てくると思うんですけど、やっぱそこはチャレンジしていかなきゃいけないなって思うし、でもその中でやっぱこう気持ちを入れたりとかしてる中で、監督さんのアクションっていう言葉を聞いた後には、やっぱ自分がそこの役に入り込めてできるんだなっていうのをすごく実感しました。
影前には本当に練習しましたね。まあ、自分の中でも時間がなかったので、本当自分を追い込んで追い込んで追い込んで、まあ、毎日毎日、自分を追い込んで厳しくやってましたね。でそれで毎日筋肉痛、全身筋肉痛で、すごい体力も消耗しましたし、まあ、新しい振り付けを覚えるのに頭もすごい使って、もう頭も体もすごい疲労で大変でしたね。毎日の練習って8時間ぐらいこうやってたんですけど、まあ、もちろん休憩も入れながらだったんですけど、まあ、でも8時間やってた中でもワイスターと一緒に練習できたおかげで体は疲れたんですけど、毎日楽しく踊ってました。刚排完舞蹈以后我就有点担心苍井空他会不会，因为这个舞蹈呢就是光背动作是没用的，你得要好好的去理解那个舞蹈才可以的。其实我对他的舞蹈一点也不担心，相反呢，我比较对他的体力的问题有些担心，因为我们在拍摄的过程当中，几乎也就是每天睡3个小时左右，那而且在拍摄的时候，每一个舞蹈动作要大概拍10次或者10次以上，那这样的话，它是一个非常强度大的一个拍摄，对于体力来说呢，我就担心他会撑不住。但是他还是很坚强的完成下来了，这点我还是很佩服他的。